食所常盤貴子様、あなたを京都府文化観光大使に委嘱します。令和5年7月23日京都知事に委嘱します。一つよろしくお願いします。営業されているだけどもう先代はいらっしゃらなかったりするんですよ。あ、はいはい、でじゃあそのご家族が継がれたのかなと思ったら全く違う方々が継がれてるパターンが結構多いんですよ。例えば私はここの喫茶店が大好きだったのに亡くなってしまうって聞いて僕がやりましたとか、たまたまガスの検診に来てたんですけど辞めるって聞いてあなたやるって言われたから私が継ぎましたとか、そういうご縁でこうつなげてくださってる方々がいるっていうことにもう本当に泣きそうになるぐらい嬉しくて不思議なんですよね、考えてみたら。だけどそういう好きな人がついてるんでコンセプトが変わってないっていうのが特徴なんですよ、多分、はい、自分が好きだったところをそのまま受け継ぐからっていう、はい、すぐマネージャーさんと言っていただければ。自分の名刺って持ってないので初めての名刺になります。